アラン・ベニアミン・アルトゥール・フィルスト・ロアンは、オーストリア・ハンガリー領・ボヘミアの貴族、大土地所有者、ロアン家課長。オーストリア貴族として、ロアン公、フランス貴族として、モントーバン公爵、ブイヨン公爵、ロシュフォール皇及びゲメネ公の爵位を有した。二重帝国陸軍少将,将の肩書を持つ軍人、アルトゥール・ロアン公使と、その妻の伯爵霊嬢、ガブリエレフォン。 バルトシュタイン・バルテンブルクの間の第二子、次男。末の妹、マリア・ベルタは、1894年スペインのカルリスタ、王位請求者マドリード公、カルロス・マリアの5妻となった。1882年5月1日付で第七竜、騎兵連隊所属の予備役騎兵単位の肩書を、授けられた。1892年に、王子、カミー・ユロアンから、 ロアンコーその他の称号、北ボヘミアの広大な土地で構成される、家族世襲財産、シフル浮上などを相続した。同時に、世襲のオーストリア貴族院議員席を引き継いだ。議員としてはリベラル派に近い大土地所有者立憲派に属した。1908年、金羊毛騎士団騎士に任じられた。1885年10月10日に、プラ派で、 オーストリア首相を務めた、政治家、アドルフ・フォン・アウエル・スペルク皇后の娘・ヨハンナと結婚。夫婦の間には6人の子があった。スキーマティズマス・フュア・ダズ・カイザー・リシェウント・コ・ニグリーチ・ヘア、ウント・フュア・ダイ・カイザー・リシェウント・コ・ニグリーチ・クリックス、マリーン・フュア 1891S581HTPS t、アーカイブ・ ORG、ス、ト・リーム スキーマティズマスフェアードレイニクリエゴグページ n 六百三モード1アップハット http コロンスラッシュスラッシュアレックスドットオン B ドット AC ドットアットスラッシュ c g i c o n d e n t スラッシュアレックス A ードイコール SPH& データムイコール 0011& ページイコール十一 11& サイズイコール四十五ありがとうございます